明けましておめでとうございます。ガッチャンです。この動画は2019年の私の展望と年間を通したおおよその目標なんかを動画にまとめてます。どうぞ最後までご覧ください。昨年はですね、昨年もいろいろ多くの方にご迷惑をおかけしながら、なんとか2019年を迎えることができました。でですね、今年度は、まあ、今年はどのような考え方で、どのような展望で、どのように一つ目はということを、まあ、債権の債務の問題ですね。でもう一つ目は安定収入の問題です。でもう一つは揺らぎまくってる私のブランドに関すること。これが今年度の最優先順位です。でですね、この、まあ、債務、まずベトナムにね、行きませんか、来ませんかというお話があって、まあ、ぜひそれに乗りたいと思ったんですが、私は結構個人からお借りしてるお金がたくさんあって、それをしっかり整理しないことには、まあ、どこにも行けないなっていうふうに思います。まあ、そこで今のような不安定な仕事では、まあ、債権の債務の、ね、返済に回すお金がなく、普段からもううろ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 してるような感じですから、まあ、安定収入を得れるような仕事にまず作っていくことを最優先に今動いております。で最後にブランド、はい、まあ、いくつもちろんね、やりたいことはいっぱいあるんですけども、まあ、よろっと自分の強みを生かせるような何かに絞らなきゃいけないなっていうのが、まあ、本当の急務の問題だと思ってます。まあ、その中でどのようなものが、現在自分の中で最もやってるのか、最も自分のウエイト、やりたいことのウエイトの中にあるのかっていうことをちょっと見つつあげました。まあ、その中で私の強みっていうのは、まあ、ホームページを作れる技術だったりとかね、写真とか、まあ、いろいろありますが、私自身大量の写真を所有してます。まあ、自分が撮った写真ですけどね、これをもともとホームページ作る技術っていうのは、まあ、これをねインターネットで発信するっていうことを目的としたんですが、まあ、時代の流れに乗れずに20年経ってきました。で近年私はね、あんまりちょっと私自身積極的に使ってなかったので、電子書籍っていうものを、まあ、自分で作れるってことを分かったところに一回作ったことあるんですけどね、あんまり一生懸命やってこなかったんです。ですが、まあ、ブログとは違う新たなメディアの可能性というのを感じてまして、電子書籍に今自分の写真をね、写真集として発信することを積極的に手がけています。まあ、その中でミニ出版社の可能性というのは非常にあるんじゃないかなと思ってまして、これに関して今さまざまな実験をしております。そしてもう一つはダイエットですね。まあ、これをご覧いただいている方の多くが、私がビットリュージョンで声をかけて、多くの金額の投資をされて、その後ビットリュージョンが止まってしまい、止まる前にみんなで逃げようねって言ってたけども、逃げることもできずに、まあ、焦げついてしまった方がいっぱいいらっしゃると思うんです。まあ、その時に最後までなんとかそれを回収しようと思って頑張ってくれたのが、まあ、カレンだったんです。でそのロスのカレンからね、ぜひダイエットサプリの、モデルになってくれないかということでお話をいただき、まあ、カレンからのお願いだったらもう断ることできません。正直そう、あの時どれほど辛かったかを考えれば、まあ、その中でカレンの申し出を引き受け、ダイエットを始めたんですが、まあ、その結果ね、非常に順調に体重落ちて、
一番ピークの135キロから考えると、もうすでに35キロぐらい折ってますし、今後の目標の65キロまであと半分の35キロぐらいっていうところまで来ています。まあ、そんなわけですね、まあ、ダイエットはダイエットで重要なんですけども、せっかく関わったダイエットを今後身にできるような形に残したいと思い、今現在私のトレーニングをサポートしていただいている神戸の西山先生のところに弟子入りしたいななんて思っております。もう一つはですね、もともと長岡は大麻草、朝ですね、マリファナですね、マリファナ、朝大麻の一大産地だったんですよ。まあ、そのご縁もあってか、朝の医療大麻である CBD オイルのお話を伺いました。この CBD オイル、まあ、私みたいに、ね、精神的に割合と不安定で簡単にバランスを崩しちゃうような人、もしくは精神疾患の方、まあ、癌の方、まあ、いろんなことに効果があると言われています。まあ、この可能性をね、より多くの人に知っていただきたいと思ってコツコツ活動しております。まあ、それが今年度積極的に関わりたい、関わるって決めてる3つのことです。もちろんこのバランスなんですが、まあ、最初にお話したように個人に借りてる、ね、お金とか返せないお金が多いっていうのが、まあ、事実です。なので、まあ、このお金を最優先で支払う、お返しするっていうことがもちろん優先です。でその後、まあ、その余剰パワーがあるかどうかね、まあ、ちょっとは分かりませんが、それを最優先にして B、 要するに自分のやりたいことを煮詰めていく、それに向かって必要な技術能力を高めていくっていうことが今年の一番の今年の、私の投資だと考えました。まあ、文末になりますが、まあ、現在私がやっているエクササイズの一部を、ちょっと見ていただきながら、こんなふうに実際ここ、年末年始どのように動いたかとか、そんな話をちょっとしていきたいと思ってます。はい、ガチャです。はい、この動画ですね、実際にこの動画で動いている音を入れるとウォーとかガオとかうめき声とかで、だいたい5分間ぐらいインターロックエクササイズをしています。でインターロックエクササイズっていうのは安室ちゃんの元旦那のサムのね、ご師匠様であるトニー、日本人なんですけどね、愛称がトニーという、トニーのね、マイケル・ジャクソンとかの、ダンスのお師匠様だったトニーの提唱したエクササイズなんですが、のトニーと交流があった、西山先生が大阪と神戸中心にダイエットエクササイズ、もしくは同時に空手の要素も含め、空手の先生なので空手とダイエットを含めた総合トレーニングをのさ道場をやってられるんですね。でカレンから、この西山先生、カレンのところのね、カレンの息子さんのジョーがこの西山先生と一緒にタッグを組んで、その道場をやってるんですけども、そのジョーと西山先生の指導のもと、毎週毎週ちょっとずつメニューを変更して少しずつボリュームアップしながら、エクササイズをしています。でまあ、このねカレンからダイエットって言われた時に、カレンはですね、モリンガっていう植物を使ったダイエットサプリをぜひ皆さんにしてほしいということで、そのまあ、ビジュアル的な、ね、モデルとして一番太っている私に協力してほしいという感じだったんですが、まあ、その後ですね、目標が180日間で、30キロ、カレン最初ね50キロって言ったんですけどね、まあ、30キロにおまけしてもらって30キロ体重を落とすということが目標になったことで、ぴょんぴょんエクササイズ、ジャンピングエクササイズを取り入れたんですよ。でその動画を、カレンのチームの人に、
毎日毎日お見せするということで YouTube にアップしていたんですけども、それをご覧になった西山先生とジョーがぜひ西山先生の道場のね、CM として、CM に起用させてほしいということで、スポンサードの提案をいただいたんです。そして西山先生の道場のね指導のもとスポンサードをもらいながらダイエットをしてるんですね。でまあその中で毎週毎週新しいメニューをいただいて、それに合わせてダイエットエクササイズをするということを進めてきました。でまあ何か食べないで痩せるとかいうものではなく、もう本当最新のダイエット科学に基づく、まあ、科学的なねダイエットを今しているんですが、まあマックス135キロから現在100キロぐらいになってますけども、まあ私の最終目標はね65キロなんで、まだまだ先が長いんです。まあですがね、この調子であと100日ぐらいでとりあえずの目標あと20キロのダイエットになんとか達成できたらいいなと思ってます。同時にですね、年末年始、年末になってからようやく踏ん切りがついて積極的に仕事を探し始めているのが本当のところです。はい、私はね、みんなほたらかしにしてベトナムに行こうと思ったんですよ。はい、でもそれじゃダメでしょと引き止めてくれた友達、仲間がいっぱいいてくれたので、なんとか、思いとどまって、現在私はね、在宅の仕事はやっぱちょっと、一人ぼっちの仕事は無理みたい。なので、まあ1年、2年、どれくらいかかるか分かりませんけども、派遣でも何でもいいと思って今はスキー場、春までスキー場にずっとどっぷり使ってられるような仕事を複数の派遣会社に依頼して探しているところです。まあ、新年のご挨拶で、まあ、決して明るい話はできなかったんですが、まあ、こんな感じでちょっとずつ練習したいと思いますので、皆さんよく監視していただければ、まあ、私を監視していただければ幸いです。ガッチャンでした。